誰だ？もしもし。誰だお前。なんだマリサか。何か用かい？ああ、ネットでこんなものを見つけたんだが、いろんな奴誘って一緒に行かないか？おー、いいね。じゃあ適当に興味ありそうな人誘ってみようか。よし、そうと決まれば6月2日に最寄り駅に集合な。遅刻すんなよ。じゃあな。なるほどねー。こいつは面白そうだ。やっほー。はい、という感じで横浜港の大桟橋にやってまいりました。まさか無料で出雲に乗れるなんて、行かない理由がないわよねー。てかさ、なんでよりによってこの人呼んだの？なんで私だけそんな扱いなのよ。水難事故を引き起こす程度の能力、だからな。まあまあ、この出雲が沈むわけないじゃん。ああ、申し遅れちゃった、村上奈光です。よろしくー。いやーしかし結構人が並んでるわねー。そりゃそうだ、かなりのビッグイベントだからな。もっと人が増える前にほら、並んで並んで。だいぶ進んできたね。やっぱり早めに来といて正解だったわ。後ろはものすごい人の数よ。お？本物だぜ、シウスだぜ、かっこいいぜ。うつ主、これはファランクスの何型なの？ブロックワンアルファだね。確かタイコンデロが9とかに乗ってるやつだよ。おーすごい、出雲の環境がすぐ上に見えるわ。こっちには喫水栓も書いてあるぜ。ねえ、喫水栓なんて取ってるの私たちだけだよ。一般人がやらないことをやるのがオタクってもんだよ。このクレーンは何？ボート用かしら。見た感じそうっぽいな。さてそろそろ乗り込むぞ。その前に荷物検査があるよ。あんたたち変なもの持ってってないでしょうね。無事に荷物検査も終えたことだし、今度こそいざ乗り込むよ。無事だったかな。3ヶ月前のペットボトルなんて気にしてはいけない。おお、格納庫の内壁ってこんな風になってたんだね。すごく参考になるな。見て見て、エレベーターの制御室があるよ。へえ、制御室ってこんなところにあったのね。そろそろエレベーターが動くみたいだよ。もう頭上に環境が見えてるな。なんか緊張してきた。おお、こりゃすごい。結構滑らかに動くのね。あと意外と登る速度は速いわね。ゆっくり見えてくる環境、やばい。なんか涙出てきた。なんで？でもめちゃくちゃかっこいい光景だね。生で見るとやっぱ迫力が違うなって。なるほど、ワイヤーで巻き上げる方式は普通のエレベーターと変わらないんだな。いやーほんと、今日の天気が晴れでよかったね。まったくだね。雨だったらどうしようかと思ったよ。夕べ曇ってたから心配だったんだが、朝起きたら晴れててよかったぜ。さて甲板に到着。じゃ、降りて甲板上を歩き回ってみようか。かっこいいよねー、出雲の環境。OPS50 に OPS28、OPS20、2巻、MOL93、ノーラワンタットコムか、いいねー。ちょっと何言ってるかわからない。Cラムもあるな。甲板のラインは全部に意味があるから面白いよね。実はさっき自衛官の人に聞いてみたんだけど、この線は水平なものと垂直なものがホバリング時の指定制御用のもので、斜めの線はこの線に沿って罹患せよ、って意味らしいよ。へぇ、そんな意味があったのねー。さて艦首の先端部まで来たぜ。ライトアップ用のライトがかかってるね。20時からライトアップするみたいだよ。見てみたいけどさすがにそこまで長いこと横浜にいるわけにもいかないしな。ライトアップはまた別の機会に、だな。そして右を向くとお待ちかねのシウスがあるよ。おお、間近だといろいろ細かい部分が見れて勉強になるな。いやーやっぱり船の守護神はいつ見てもいいよな。シウスってちょっと可愛い。可愛くない？その感じ、わからないでもない。おかしな人たちだねー。観光を見て可愛いだなんて。まだまだ愛が足りないな。はい、甲板の表面ってこんな風になってたんだね。すごいよ、飛び跳ねたり足踏みしたりしても全然音が響かない。質感は、意外とアスファルトより細かくてザラザラしてるのね。コンクリートよりデコボコしてるな。航空機のタイヤがしっかり食いつきそうだぜ。そういえばこのタンクっぽいやつ、何なんだろうね。私も結構前から気になってたんだよな。そう思って自衛官の人に聞いてきたよ。どうだった？脱出するときにこのタンクを海に放り投げると、救命ボートが展開されるんだってさ。ああ、これ救命ボートだったのか。なるほどな。さて格納庫に戻るわよ。格納庫もまだ見てない箇所が結構残ってたからね。自衛官が敬礼してるぞ。私たちも敬礼し返してみるか。私たちが敬礼したってサポートカーあるから怒られるでしょ。やめときなさい。ちなみにさっき聞いてみたんだけど、特別なサポートカーは特にないみたいだよ。え、マジ？とにかく手のひらを見せないのがコツだそうだよ。あまりにも変だと注意されるみたいだけどね。自衛隊って我々が思ってるより結構適当なんじゃないのか？あはは、そうかもね。おお、救急箱と鉄髪か、いいね。鉄髪？88式鉄棒の略だぜ。オタクの間では結構有名な呼び方じゃないか？私も聞いたことあるわ。うそー。見ろ、新航空だ。実物だぜ。いいっすね。やっぱり航空機は最高やな。これが噂の SH60 か、かっこいいね。運用機を間近で見たのは初めてだけど、
映像とはまた違った迫力があるわね。何か書いてあるよ。警告、電波放射障害、データリンク電波放射中は、2メートル以内に近寄るな。ここは日本語なのね。こっちのエレベーターは動かないんだね。あれ？向こう側に見えてるのってもしかして。おお、73式大型トラックだぜ。でもなんで陸自がいるんだろうね。これは会議のイベントでしょ？さっきあっちでいろいろ売ってたから、多分それじゃないかな。じゃあ帰りになんか買っていこうよ。お、そうだな。おお、これは、野外水具1号くんじゃないか。まさか会議のイベントに出てくるとはね。ねえねえ、野外水具？なんて見てテンション上がってるの私たちだけだよ。先着200名に豚汁かなんか配ってたから、きっとそれじゃないか？ああ、私も食べたかったな、豚汁。早い者勝ちならしょうがないね。ああ、楽しかったぜ。マリサは本当に楽しんでたわね。私もすっごい楽しかった。自衛隊に興味が湧いたわ。そっか、みんな楽しんでくれたみたいでよかったよ。さて、それではいよいよ動画もフィナーレとなってまいりました。楽しんでもらえたかしら？ちなみに最後は桟橋の上からの写真のスライドショーだぜ。動画の更新ペースが開いてしまい申し訳ありませんでした。おそらく今後もこんな感じのペースになると思われます。まあリアル優先は仕方ないことさ。何か重要な企画をしてるって聞いたけど、本当なの？うん、まだ考えてる段階だけど、いろいろ決まったら発表するつもりだよ。それは楽しみだな。よし、じゃあそろそろ動画を締めようか。BGM をエモで締めるあたりがウプ主らしいな。そうかな、お骨に預かりまして。ねえ、時間がどんどん伸びてってるよ。よし、それではそろそろ、ここまで見てくださりありがとうございました。皆さんもよかったら自衛隊のイベントに行ってみてはいかが？ではでは、ご視聴ありがとうございました。